ーターの八幡愛です。今日はこの、IWJ のチャンネル8でこのデモの様子を中継したいと思います。もうあのデモ隊が出発をしています。今私がいるのは、日比谷公園 の、 あの入り口といいますか、あの出発口ですね。はい、このままぐるーっとみんなデモをして歩くんですけど、もうね、あのね、4時ぐらいの時点からもう人がすごい詰まってて、でその車道に出てしまいそうなので、警察の方があのこうテープを引いて、これ以上押さないでください、出ないでくださいってやってたんですけども、もうあの後ろの方からシュプレヒコールが鳴って、でもう早く出発させろ、早く出発させろっていうコールが続いて、ちょっとあの小競り合いみたいなのが、はい、あって、そんな様子で、とりあえずもう今無事にその解放されて、順番にデモ隊は出発してるんですけども、若干最初の方はこう分断されて出発したような感じで、はい、ね、私たちもちょっとそのこの中にちょっと混じって今日はちょっとレポートしてみたいと思います。今日もすごいね、警察の人が、あ、見てください、こういう感じでもうどん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 後ろから押してくるので、あの警察の方があの紐、この警視庁のロープを張ってこうあの止めてるような感じで、でたまにやっぱりね、ちょっとこう早く行かせろっていうちょっと小競り合いなんかがありますけども、まあでも皆さんね、あの集合3時半ぐらいから集合されたと思うんですけども、もうあの多分公園の中がもうパンパンですね、人が。もうだいぶ半分ぐらいは出発したと思うんですけど、それでもまだあの待機して、出発を待機してらっしゃる方もいらっしゃって、今日はもうやっぱり暑いですし、炎天下の中、まあ、あのやっぱり帽子をかぶって参加されてる方もいらっしゃいますね。今日は多分すごい想像以上の人が集まっていると思います。はい、そんなわけ で、 そうです、ね、道路の方もあの真ん中に警察の車両が止まって、出発をあの制限をして、ちょっと後ろから押しているような感じであれば、あの今回はすごい人数なので安全にあのデモを行うためにちょっとこう分断してっていうのをずっとあの警察の方がアナウンスで言ってるような感じでございます。はい、車道に出ないでくださいっていうのもすごい言われてますね。はい、でサウンドカーなんかも出発していますし、じゃちょっと行ってみます、もうちょっとこう出発してから流れで行きましょうか。じゃあここ、まあ、この状態から見える様子をちょっとあのカメラで映してもらいますね。ずっと人のあの出発した人の列が続いてますね。はい、日本の旗を持っている方がいらっしゃったりとか、あと あれですね、その脱原発っていう旗はたくさんあるんですけど、今日はやっぱりあのその脱原発 の、 あの主催者の意向で脱原発以外の旗は目立ってないと思います、私が見た感じでは。はい、前の方とかは原発いらないとか脱原発とかいう旗は目立ちますが、組合機なんかはまだちょっと 見当たらない状態で、あのそのいつもの首相官邸前のデモ の、あのルールはちょっとまだ守られているかなというような状態でございます。どうも。そうですね、あ、中国のなんか中継も来てますね、中国の方の、はい、ちょっとよく、はい、中国って書いてますけど中国語ですかね、ちょっと聞いてみたいんですけど、あ、ちょっと映って、あ、ちょっと映ってしまうこの方向映って映りますよね。はい、ちょっとこれは絡んだらダメな感じです。あ、これなんか、まあ、そんな各国、各その日本以外もこの今日のこの動きをあれですね、注目してるっていうのが伺えますね。はい、ちょっとあの中国の方 の、あの報道を邪魔してはいけないので、はい、あ、中国語ですね。はい、
る感じ。はい、おおおおおと、あの出発しましたね。もう一個、もう、あ、ごめんなさい。はい、じゃあちょっとこれで、はい、はい、今出発しています。どうも。IWT のテキスト班です。あ、何すか。私あのテキスト売ってる。あ、そうなんですね。あ、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。ありがとうございます。さあ、デモ隊が出発。これは真ん中ぐらいですかね。どうしましょう。ちょっと流れでいきますか。ちょっとあのレポインタビューとかしながらちょっといきましょうかね。あ、じゃあ、あ、こんにちは。IWJ というあのインターネットの中継番組なんですけど、インタビューよろしいですか。はい。今日何時頃からのスタンバイされてました。1時間前ぐらい。あ、1時間前から。こういうあのデモ行進に参加するのは初めてですか。いや、5回目ぐらい。あ、5回目で。今日はお子さんも一緒に。そうですね。いつも一緒に行かれてます。はい、そうです。あの3週間前ぐらいから毎週金曜日のデモに参加して。なるほど、はい。じゃあ、この後の7時から あのキャンドルの集会にも。もちろんもちろん。あ、はい、ファミリーエリアで、はい、あ、そうなんですね、はい。ではあの熱中症などならないように、はい、気をつけて、はい、はい、待ってくださいね。可愛い子供さんもあのベビーカーをついて、はい、参加で、もんじゅくんの旗を持ってらっしゃいますね。はい、今ここは専門図書館の前でございます。なんかね、今日はこのデモに参加してデモ行進している方の他に、道路のそばで立ってこう見学といいますか、見てらっしゃる方も多いですね。さあ、すごいですね。すごい、あのなシュプレヒコールも響いていますね。やっぱりちょっとこう行進ね、結構ね、普通に歩くと1時間ぐらいはかかりそうなあのデモのコースになるので、結構まああの下で座りながらあの見てらっしゃる方はこう年配の方が多いような印象を見受けられます。はい、あ、ファミリーをちょっとインタビューとかをしながら行きましょうか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、まあそうですね、ちょっと顔出しがダメな方もいらっしゃいますからね。はい、ちょっとインタビューに応じていただけそうな方を、はい、探したいと思うんですけども。こんにちは。 IWJ っていうあの岩上康美さん あの生中継の今番組で流れてるんですけど、インタビューとかちょっとよろしいですか。あ、大丈夫です。はい、ちょっとお恥ずかしい方もいらっしゃるということで、はい、こんにちは。インタビューとかよろしいですか。はい、あ、どうも。今日はどちらからお越しに。東京です。あ、こういうデモ行進に参加されるのは何回か今まであります。そうなんですね、はい。今日何時ぐらいからスタンバイされてました。3時半に来ました。あ、1時間前ぐらいに、はい。どうですか今日、あのいつものに比べて、なんかこうやっぱ人が多いなとか。多いなと思うんですけど、もうちょっとやっぱり若い人に参加してほしいなと思います。あ、ちょっと年齢層が高いような。いつもそうなんですけど、もうちょっとやっぱり若い人が、ね、来てほしいとは思います。今日お二人で参加ということ で、はい。あ、なんかうちはなんかこう。あ、そうなんですね。あ、まあちょっと歩いて。え、今日はこのままあれですか、終わった後、7時のあれもで官邸前に行ってっていう形ですね。参加するんですね、はい、はい、了解しました。またちょっとレポートを私もあの、はい、みんなの声を届けるために頑張りますので、はい、あの気をつけて、はい、はい、どうも、はい、ありがとうございました。はい、はい、頑張って。あ、どうも。あ、ダメですか。あ、これ見せて、これ見せてください。バカもすごい、これご自身でお作りになり。そうですよ、これ構想1週間。1週間、え、すごい。こっちはパクったもんで2日で終わった。ああ、これやってましたね。これ大宮でやってたよね。やってましたね。名前つけたの私。気づくな。おお、すごいすごいすごいなるほど、類語、ネタコを起こすな。そうそう、なるほど、絆。これ円マークになってますね、これね。流行るといいですよね、これ。流行るよと、ね、流行りますよね、うん、流行る。結構よく参加されるんですか。初めて。あ、初めて。初めて。今日どちらから。静岡。静岡から。高層の郷市の隣の選挙区、うん。そうなんですね。あらららら。どうですか、静岡の中ではこういう、まあ、どんな感じですか。静岡市でちょっとやってるくらい、数十人。あ、そうなんですね。今日一人でお越しになられたんですか。一人。あ、そうなんですね。新幹線。あの4人頑張ってくれて、あの後ろに背中に4人くっついてます。あ、そうなんですか。4人。4人ね。
あの後ろにいます。あ、そうなんですね。来れないけど頼みます。なるほどなるほど、頼みますって、あの言ったらその思いをこう受けて、はい、なるほど。今日あのこの、あ、ごめんなさいね。あの今日このデモ行進の後の、行きましょうかちょっとね。はいはい、ごめんなさい。はい、今日デモ行進の後の集会、7時からの集会とかは出られるんですか？あ、それまでは出ますよ、うん、出ますよ。8時前だよね。あ、そうですね、8時まであるので、うん、出ます。はい、じゃあ初めて参加されたという。よろしくね。あ、言っときます。先月から会員になりました。あ、そうなんですね、ありがとうございます。一般会員だけど。ありがとうございます、はい、じゃあ今日これなかった方が中継見てらっしゃるんですけども、何か一言ちょっとお願いします。頑張って声上げてますからね、みんなの代わりに。はい、はい、これチャンネル8ですので、まだ帰ってから、はい、見てみてください。どうもありがとうございました。はい、おお、引かれそうだ。ちょごめんなさいごめんなさい。あ、すいません。あ、ごめんなさいね。あ、すいませんすいません。どうもどうも、ね、はい、あれですね、このレモの、お、皆さん、これはあれですよね、デモ映してダメですか？あ、今だ、ダメ？映したダメ？今ね、あのね、あの右翼の方がたくさんいらっしゃってます。ちょっと映して、ダメ？ダメなの？ダメなの？すごいあのファックのポーズとかされてますけど、私。今ね、あの右翼と私たちのすごい言い合いあって、みんなすごいアンチが。はい、まあそんなね、スタッフの方とか警察の方も、挑発に乗るな挑発に乗るなという、すごいな、みんなすごい叫び合って戦ってますね。すごいな、柄悪いですね。アンチの人ちょっと柄悪いですね。みんなでファックポーズしてますけどね。ちょっとこれはなんか同じ日本人として、なんかちょっとこう切ないな。はい、ちょうどね、あのコースの角といいますか、そう、あれですよね、こうアンチ原発再稼働反対のアンチの方々が集まって、まあでも人数にすると30人も来てなかったと思うんですけども、まあなんせあの一人一人がすごくこう歩いている人たちに対して、あのなんていうんですか、悪口と言いますか、はい、ちょっと言ってるような感じで、だいぶあの隅はだいぶ公安の警察の方もたくさん来てて、ちょっと衝突が起きないように、あの見守ってるような状態ですね。はい、まあ、警察の方はもう中立の立場を多分取ることしかできないので、はい、ちょっとなんかこう騒然としておりましたが、はい、ちょっとびっくりしました。でもまあ皆さん、あのこちらのね、このデモに参加されている皆さんは、あのすごく冷静に、あのちょっとこう心持ちね、再稼働反対っていう言葉が声がちょっと大きくなったぐらいですね。あの暴言を吐いたりもせず、あの皆さんすごく冷静な対応をしてたと思います。はい、挑発に乗らないで挑発に乗らないでとスタッフの方とか警察の方もおっしゃってましたけども、はい、まああの無事にあの一周ね、あのぐるっとできるように、はい、みんなで協力しているような形ですね。ちょっと今はあれですね、信号待ちもちゃんとやって、はい、どん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 列がまだ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 伸びてますね。すごい人ですね。これ結構こういつもね、やっぱ首相官邸前ってその抗議行動なのでデモではないので、このデモってなると改めてこの長さを感じますよね。あ、シュプレスコール鳴ってますね。もうあの地声でシュプレヒコールを叫んでます。拡声器なんかでもなくて、はい、再稼働反対という声が続いております。再稼働反対、再稼働反対。多分このシュプレヒコールは先頭を引っ張ってるのは女の人ですかね。女の人の声がしますね。再稼働反対、みんなで声を張り上げて、それぞれ
はい、出発します。原発いらない、原発いらない。さあ、シュプレヒコールのお姉さんを発見しました。地声でずっと続けて言ってらっしゃいますね。こんにちは。あ、どうもすいません。原発いらない。こんにちは、 IWJ っていうあの岩上康美さんのインターネット番組なんですけど、ちょっとインタビューよろしいですか。本当になんとなく来ちゃってるだけなので。あ、そうなの、はい、初めてですか。初めてです。あ、どうですか、参加して。やっぱりでもみんな来てるんだなという、とりあえず僕一人でも動かないと変わらないなっていうのは思ったので来てみました。あ、なるほど、ま、ちょっと参加してみたっていう感じで。はい、わかりました、ありがとうございます。再稼働反対。ここ東電。あ、ここ皆さん、ここ東京電力です、東電です。皆さん、ここ東電ですよ、東電。はい、この私がちょっと煽っちゃダメなんですけど、ここ東電です。はい、考えてるんでしょうか、はい、ここ東電ですよ、ね、本当ですよね。我々のことを考えてるんじゃなくて、自分たちのことしか考えてない、これはやっぱりダメですよ。そうですよね、はい、絶対ダメ。そうですよね、もう東京電力はね、もうやめるべき、本当は。そうですね。あ、やっぱりね、東電の前はね、なんかね、すごいね、ポールとかめっちゃあって、何も起きないようにちょっとこうやってますね。はい、ちょっと聞いてみたいと思うんですけども。あ、東電の前だけでこう、あの、止まってやってらっしゃる方もいますね。東電ですね、はい、東電の前もちょっとあの、やっぱ警備の方が厳重に。あ、これね、この警備のおじさんたちもやっぱり東電のあれなんですかね、何をこう思ってるのか、ちょっとインタビューしたいですけど、ちょっと睨まれたのでやめときます。はい、これはあれですね、東電の前でずっとデモされてる方ですね。東電の前でデモ活動を行ってらっしゃる方ですね。こんにちは、 IWJ っていうインターネットの番組なんですけど。知ってます、もちろん知ってます。今日はずっとあれですか、東電の前で。もちろんです。東電前アクションっていう団体の有志の人間でやってます。東京電力の責任を追及し続ける、そういう目的でやってます。ですよね、今日はもう皆さんこの辺はチームグループで。そうです、はい、そうですよね。まあでも歩いてらっしゃる方も意外と東電って、私がさっきここ前東電ですよって言ったら、えーとかって言って慌てて、あの、東電とかって言ってらっしゃる方もいたんですけど、はい、分かりにくいんですよね。そうですよね。一応あの、あそこに東京電力って書いてあるんですけど、目立たないんで、こうやって言わないと意外と分からないっていう。なるほど。で、今日はここでこうデモに来た方にこう、ここが東京電力ですよっていうのをアピールする。もちろんです。わかりました。じゃあ引き続き頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。はい、ここは東電前ですね。東京電力はすごい、私も言われるまで気づかなかったんですけど、すごいちょっとね、東電ね、分かりにくいんですよね。あ、なんかすごく踊ってらっしゃる方がいますね。おう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 、踊りながらね、こう PR もしつつ、はい、ね、そう、これ東電なんですけど、ちょっとあれですね、わからないというか。あ、皆さん面白いですね、東電ね、全部ね、シャッター閉まってますよ。あの、シャッターじゃない、ブラインドが全部降りてます。全部ブラインドが降りて、中が見えないようになってますね。全部、多分、まあ何か言われてもあれなんで、全部の窓を、あの、ブラインドを下ろしてますね。まあ多分こういう抗議活動があるというのも知ってのことだと思うんですけども、はい、全てブラインドが落とされています。はい、ね、すごく分かりにくい場所なので、あの、ここが東電ですよっていうのをアピールして、みんなで覚えてもらう場所を、ここかっていうのを覚えてもらうっていう活動をされている方もいらっしゃいますね。こんにちは、IWJ っていう、あの、インターネットの番組の中継なんですけど、はい、インタビューいいですか。どうぞ。
今日はあのこういう、こうあのデモは参加するのは2回目。2回目。どうですか今日参加されて。あ、え、頑張ります。頑張ります。みんな、ね、普通の人も多くていいんじゃないですか。そうですよね。これはあのあれですか、手作りですか。あ、そうです。あっちを見てください。あ、かわいい、ムンク。え、書かれたんですか。あ、そうです。あの、せっかくだから全部自分で書きました。あ、すごい。でもよく見たらこれあれだ、スイッチ、電気のプラグはこれつなぎたくないですよね、うん、すごい。なんかこれに込めた思いみたいなのを、やっぱりこの夕空のこの怖さね、あの日あの原発が止まんないって言った日ね、もうどうなることかと思いました。関東まで来るじゃない。そうですよね、お住まいはこの辺ですか。近所、埼玉市です。そうなんですね、で今日はあの夫婦で参加されて、はい、わかりました。あのこれ IWJ っていうあの岩上康美さんの、はい、あのインターネット番組になるので、あ、今度拝見。そうですね、チャンネル8ですので、ぜひ見てください。私もちょっと撮らせていただきます。あ、写真どうぞ。あ、どうします。なんかこんな感じで。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。写真を撮っていただきましたけど。じゃあ、引き続き気をつけて。はい。あ、すみません。インタビューありがとうございました。はい。夫婦で参加をされたということで。はい。ね。すごい可愛かったですね。さっきのね、あの、カード、プラカード。はい。いろいろ工夫をして、皆さん、今日も参加をされていますね。さあ、ちょっとインタビューをしてみたいのですけども。ちょっと今、あれですかね。信号待ちですね。さあ、こんにちは。こんにちは。IWJ って言います。誰かインタビュー受けてください。どうも。こんにちは。こんにちは。IWJ です。お世話になってます。あ、ご存知ですか。知ってます。あ、ありがとうございます。ツイッターとかで。あ、ありがとうございます。何チャンネルですか。お、これ8です。チャンネル8です。あ、インタビューしますよ。今日どちらから。青森です。あ、青森から。今日いらっしゃったんですか。はい、そうですね。今朝バスで。バスで。はい、何回目ですか、こういうの。初めてなんですね。あ、初めて。いつもは IWJ で見てるだけだから、ね。そうなんですね。今日は来ないとと思って。はい。映ってますか。はい、はい。ありがとう。誰か見てるかな。見てるかな。うん、はい。その今日来ようと思ったそのきっかけみたいなものをもしよかったら。っていうかね、まあ休みが取れた、仕事の休みが取れたのと、それと今日はもう正念場だろうっていう感じですね。はい。さっきあの東電の前を通ってきましたけど、どうでした？ね、すごいね。うん。なんかどうですか？ざっくりしてすみませんけど。うん。なんか思うこととか。あの東京電力福島返せっていうのは本当にもうそれ一言はですね、本当にね。うん。青森からいらっしゃったってことなんですけど、その青森の方とかはどんな感じですか、認識は？皆さん。ね、まああのみんな思ってるんだけれども。言えないとかね、やっぱり六ヶ所とかあの非常に近いので。そうですよね、うん、あ、そうかそうかそうか。まあ、今までみんな触れないで、あの県の政治とか経済ってやられてきたので、まあ 3.11 以降、それからあの1周年の 3.11 は青森に山本太郎さん来てくれたりとか ね、 あ、そうですね、あの昔からやってる人たちももう一回元気出して、それから新しく気がついた人たちもね、やるようにはなってきてるので、まあ、言えるようになってきたかなっていう感じですね。少し、そうですね、これ自分で作ったんだけど。あ、そうなんですね。小さいんですよね、まだ。あ、ちょっとこう控えめにでもちゃんと見てください。ご自身で作られたやつ、リンゴがついてますね。そうですね、青森弘前ですから、リンゴですよね。そうですよね、はい、やっぱりリンゴを守らないといけないので。そうですね、美味しいね、リンゴが食べれなくなるとね、ちょっとね、ですもんね。はい、はい、では最後に、はい、あの一言、あの見てらっしゃる方に向けて、なんかこう、まあ来たくてもちょっと来れなかった人が多分今中継を見てると思うんですけど、ね、あ、そうですね、メッセージなんかありましたら、ね、まあ、こうして来ることも大事だけども、地元で小さい力でもみんなで一緒に盛り上げていきたいなというふうに思います。はい、頑張りましょう。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル8ですからね。8ね、はいはい、後で見てください。すみません、メールしておきます。ありがとうございます。録画でアップしてください。されますので、はい、後日されますので、はい、ちゃんと見てくださいね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、青森から初めて参加を
されてバスに乗って東京の方にやってきたということで、やっぱり青森六ヶ所村が近いということもあって、ちょっとこうみんな声を上げにくい雰囲気だそうです。でも 3.11 以降ちょっとずつそれが変わってきて、控えめではあるけれども、みんな自分の意見をそのあれおかしいんじゃないって思う気持ちを言えるようになってきたかなとおっしゃっておりました。まあ、なのでね、自己自身であの T シャツを作ったということですけども、ちょっとねちっちゃめに控えめに脱原発と、その横にリンゴなんかを書いて、ね、あのすごいその切実な思いが伝わってきました。はい、やっぱり初めてですっていう方もすごく多いですね。あ、そうです、ありがとうございます。あ、言っときますね。はい、ハトに乗って、あ、はい、ありがとうございます。なんかいつもツイッターを見てくださってる方なようで、はい、やっぱりだんだんあの IWGA ですよねってこう声をかけられることも多くなってまいりましたね。命が大事というシュプレヒコールが続いています。ちょっと前まで行ってみてもいいですか。今ここは、新橋駅日比谷口前です。はい、の交差点ですね。今ここ新橋駅のここですね。だいぶねちょっとずつ日がね落ちてきているので、暑さはまあマシかなとは思うんですけども、まあやっぱりちょっとね湿度なんかが高くてちょっと暑かったり、おお、マック前がぎゅうぎゅう詰めですけどね、もう車道に出そうになって警察の方が必死でね、ちょっと引かれたりしないようにちょっと気をつけてほしいんですけども、はい、もうなんか溢れ返ってますけどね。はい、ここあちょうど新橋駅のとこですね、ここは。はい、ちょっと車道に漏れそうになってますぐらいちょっとぎゅうぎゅう詰めで進んでいってますね。これはどう渡るんですかね。こう、ここ渡るのかな。あ、こっちですよね。うん、 OK です。ちょっと汗を拭きます。でもやっぱ暑いな、今日も暑いですね。はい、でもねこの暑い中皆さん出発まで1時間とか普通に待ってらっしゃって、はい、デモ隊に参加するためにカメラさんが、おーい、カメラさん、あ、おった、いたちょっと迷子になっちゃった。はい、あのお姉さんに聞いてみよう話。すいません、こんにちは。さっき、あ、インタビューいいですか。IWJ っていうあのインターネット番組なんですけど、さっきあの中心になってシュプレヒコールあのこう言ってらっしゃいましたよね。先頭で、ね、言ってらっしゃいましたよね。声張り上げてすごい、だから見てたんですけど、すみません、チェックしてました。どっかで話しかけようと思って。今日どちらから。大阪です。あ、関西人。あ、関西人です。関西人、イエーイ。みんな関西人ですか。関西人、イエーイ。よ、京都。おお、京都。あ、京都から。私は大阪です。大阪、京都。今日皆さんグループでいらっしゃったんですか。ちなみにおいくつですか。25歳です。25? 87年、はい、あ、同い年です。イエーイ。一緒、イエーイ。うさぎ年やね。イエーイ。あ、同い年です、同級生です。何のきっかけですか、今日いらっしゃったのは。京都とかでデモやってたんですけど、やっぱ東京のちょっと合流してやりたいなっていうので。そうですよね。私も関西なんで思うんですけど、どうですか、関西の人の感覚なんかをちょっと、どうです、反応。僕滋賀出身 で京都は大学、あ、大学は京都 で京都住んでるんですけど、もう本当大井原発事故をしたら、いや京都アウトですよね。で、まあ、京都もそうだし滋賀もそうじゃないですか。そうですよね。で福井市よりも京都市の方が
なんか風向きとかもあれだし、で琵琶湖も汚してほしくないしっていうので、みんな反対してるはずやのに、なんで その勝手に再稼働しやがるんだっていうのにめっちゃ腹立ってる。そうですよね。なんかやっぱり関西ってそのローカルテレビあるじゃないですか。なんか私まあ関西普段見てるんですけど、ちょっとなんかこうあれです、 なんか違いません？なんかこう、いや僕テレビ見ないんで。あ、そっか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 。なんかそのやっぱりすごいね、情報がすごいね偏ってるんですよ。でなんかその大井が再稼働ってなった時もやっと動きますみたいなニュアンスでやっちゃうんですよ。ですね。ちょっとそれは私もテレビ見ててちょっとあれ なんやろうって、なんかしかもなんかこっちと関西ではなんか温度差あるなって思ってたんで、なんなんやろこの温度差っていうのはすごい思ってました。そうですよね。だからその辺で私もこの IWJ で割と関西の方をすごい探すんですけど、どんな感じかをこう見つけました。ありがとうございます。はい、なんかちょっとなんかこの今ね流れてるんですよ、生中継されてるので。そうなんですよ、今ねインターネットで、後でまた見てみてください。IWJ で、IWJ、はい、岩上康美さんのインターネットチャンネルです。なんか京都を汚さないでください。大井原発を再稼働反対です。私はなんかテレビとかネットのパソコンの前にいても、私が反対してることは誰にも伝わらないから、こういう場所に来てなんか自分でもなんか意見表明できたらなと思ってきたんですけど、今いろいろなんかパソコンの前でこの原発のことで不安に思ってたりとか、テレビのニュース見て不安に思ってる人もなんか一回こういう場所に来て一緒になんか歩けたらいいなと思うので。そうですよね。結構東京のデモは皆さん初めてですか？初めてです。今日はねすごいやっぱりちょっと多いですね。で普段金曜日の官邸前も私インタビューしてるんですけど、その時は動けないんで立ったまま言ってるんで、この人の長さというか流れが分からないんですけど、今日やっぱり見るとすごい長い。で、この後あれですか、国会包囲も、国会包囲も見てもということで、はい、官邸前とはまたちょっと違って。そうですよね。官邸前はほんまにずっと突っ立ったままずっとひたすら左遷で、ほんまにちょっと届いてるんかなとか、なんかちょっとどうなんやろうとか思ってたりするんですけど同じように首相官邸前でうちらと同じ思いの人らがあんな量さん集まって声上げてるの見たらすごい勇気づけられるし、でにほんまに変えられるんちゃうんかなって、なんかすごい歴史を動かしてるのが今私らなんじゃないんかなっていうのはすごい感じてます。そうですよね。なんかねすごい一人で声を張ってね、煽ってらっしゃったのですごい私も感動して、でもまさか同い年だとは思わなかったのですごいすごい、なんか私も私21、あ、もっと若かった、ごめんなさい、21ですよ皆さん。90年代とかですか？1900、ちょうど1990年はですよね。ごめんなさい、同い年って勝手に思っちゃって。はい、まあ、でもその21歳の彼女でもやっぱ声を上げて、はい、でもちょっと勇気が出たっていう感じですかね。そうですね。関連前ちょっとね、まあ、でも最近ちょっと人数増えてきましたもんね。なんか少しずつ増えてるんで、なんか変わってきてるなって。なんかほんまに原発の事故があった後ってすごい原発に反対する人ってすごいマイノリティだったじゃないですか。けども今やそれが世論になってきてるから、いやこれはやっぱりすごいなって思って、自分も頑張って反対しやなって。そうですね、反対しやなっていう感じだね。関西弁です、反対しやな。はい、ということで、まあ、引き続き声を上げていきましょう。はい、すいません今日はありがとうございました。はい、お気をつけて。はい、関西の若者に声をかけさせていただきました。ちょっとこっち行っていいですか。はい、もう本当にもう本当に私と同世代の若者って言ったらあれですけど、同世代の方が、ね、しかも関西からちょっとやっぱり、ね、普段関電前にもいつもいらっしゃってて、そのちょっとやっぱ温度差を感じるので、ね、たまにやっぱ心折れそうになったりとか、届いてるのかなって思うらしいんですけども、今日やっぱり東京 のこのいうデモ隊と合流してすごい勇気が湧いたと言って、やっぱその熱い思いを込
込めてさっきのやっぱシュプレヒコールになったんだなというのをすごく感じました。はい、あデモ隊とはまた別であれですね、なんかあのあ家族で参加されてる方もいらっしゃいますね。かわいいあ合流されてしまって、あねニュークスとノーニュークスと進んでいいですか、大丈夫ですか、ちょっとじゃあちょっとねあのカメラのあれがあるんで持ちましょうか、ちょっと皆さん映像的にごめんなさいね。はい、ちょっとカメラさんもねすごく汗だくでちょっとねだいぶハードで私が走り回るんでついてくるのもちょっと必死だと思うんですけども、はい、今人の足何足が映ってる、あ様子でも映ってますね。はい、すごいシュプレヒコールが飛んでます。聞こえますか、大井原発再稼働反対と、はい言ってますね。どん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 あれですね、まだまだ列がずっと続いてて、ちょうど今あの私の目の前を通ってらっしゃる方が私があの出発したぐらいに合流したチームかななんですけど、もうその後ろもすごいですね、まだまだいらっしゃいますよ。これ今日何人来てるんですかね、ねえ本当ね、だいぶ日も落ち始めて風も流れ始めて、はい、風も出始めてるのでちょっと数だけ涼しいかなっていう感じですかね。大丈夫ですか、あカメラさんも水分とか大丈夫ですか、もう汗だくで、あもうね、いやでも私も本当ね、少しでもねこのなんか熱気といいますか熱狂で、今日やっぱツイッターとか見てても私たちはこの集まってる方々ね、私たちは怒りで集まってるっていうわけよ、怒りもまあもちろんあるけど、その怒りで言うんじゃなくて、このみんなその守りたいとか愛を持って参加するんだみたいなやっぱりね方がたくさんいらっしゃって、なんかすごいそれを本当に切実に、お危ないですよ切実に感じますね。本当にこれだけの人がやっぱりそのねこのお休みの日に集まって、で多分皆さんこの後あのほとんどの方が国会の方位の方に回ると思うんですけどもね、これはもうあのぐるりと余裕で一周できそうな、見た感じぐるりと行きそうなぐらいの人数が集まっています。今私は、ちょうど西新橋という、交差点ですねに差し掛かりました。はい、それぞれねもう交差点ごとに警察の方もちゃんと警備に立ってらして、安全にデモが行われるように誘導してくださってますね。はい、今拡声器で煽られてるこうスプレヒコールをあの引っ張ってる若者がいらっしゃいますけども、こんにちは、はい、IWJ っていうインターネットの番組の生中継なんですけど、はい、いいですかインタビュー、はい大丈夫です、グループですか、はい、グループ、あお話聞かせていただいていいですか、はい、今日どちらから、僕はまあ都内ですね、東京都内から、なるほど、はい、今日お友達同士で、はい友達ですね、はい、なるほど、これはご自身で、はい僕が書きました、なテーマなんかをちょっとこう、テーマは、まあ原発爆発した時の煙、あそうですね、はい、お化けみたいですもんね、はい、まあ、こうなんじゃこうなったら遅いみたいな、あまあこれはまあこうなったらっていうかまあ事実です、そうですよね、はい、まあ、実際爆発しましたもんね、はい、でこういう集会というかあのデモ活動は
よく参加されるんですか？僕金曜日のが1回で、この前前回の代々木の集会で、まあ、今回です、まあ、デモは何回か見てるんですけど、まあそんなに数多くはないですね。まあ常に動向はチェックはしてるんですけど。どうなんですか、そのお友達同士でそういうことを真剣にやっぱり考えてる人とかって多いですか、周りでは？僕の周りはそうですね、はい、まあ、大学生が中心なんですけど。あ、そうなんですね。まあ、今日主催者いないんですけど、うん、Facebook とかで、友達を誘って、で若者中心に、こうやってデモに参加して、でその集会が終わった後とかにみんなで若い人たちで、うん、これから先未来どうなっていきたいか、どうしていきたいかっていうことをみんなでディスカッションしていく。おお、なるほど。若い人で集まって、 Facebook なんかで集めて、はい、こうみんなでディスカッションというのでは、はい、今あの覚醒器で会ってらっしゃる方もあれですか、はい、グループですよね。あの辺はそうです。あれちなみにご自身でこう持って？このみんなで買ったトラメーターで。あ、みんなでお金出しちゃって買ったんですね、はい、あ、じゃあちょっと他のメンバーにもぜひちょっとね、はい、はい、あ、そうなんですね。ご紹介いただきました。はい、なんかこういう活動を結構やられてると。Facebook でFacebook ページを作って、イベントページを作って、で学生がまず毎週金曜日の反対行動に、見に行こうみたいな企画を僕たち仲間内で企画して、反対とかは言えないけれども、実際にこの日本が動いてる様子っていうのを学生として見るべきなんじゃないかみたいなのを企画したら、シェアだけで6000人ぐらいなって、で毎週学生が 4,50 人ぐらい集まってくれるようになって、でもそれがもう6回ぐらいかな、やってるんですかね、6回ぐらいやって、今日は今週は金曜日なかったから金曜日の代わりに今日参加しようみたいな。なるほど。で今日はもう思いっきりデモなので、見に行こうって人たちは今回参加してないんですけど、毎週来てくれる人とかに声かけて、まあ、動いて最後までやろうかなみたいな。なるほど。ちなみにおいくつですか？20歳です。20歳、皆さん20歳それぐらいですね。それぐらいの大学生の、はい、方たちで、はい、なんかまあこうやっぱ若い世代がこう声を出していかないとみたいなことをやっぱり思う、うん、そうですね。なんかどうですか、大学生でその学校のそう方とかはやっぱ関心とかは、学校の授業の中でも原発関連に触れることが 3.11 から増えたって先輩たちも言うし、僕たちはその 3.11 と同時に入ってきた世代なので、実際に授業の中でも原発問題だったり、その震災のことなどの勉強っていうのはあったし、なんかこう今の社会情勢を見ても勉強せざるを得ないというか、そういう状況だから、やっぱり僕たちがやってることに否定的に見る人はあんまりいないし、かといって来るまで勇気を出すっていうのはすごく勇気がいると思うんですけど、まあ、そういう中でその、まあ、Facebook でそのなんていうんですかね、ちょっとこう興味ある人はこうなんかこうなんていうんですか、ちょっと私 Facebook やってないんで分からないんですけど、ちょっとでもこうなん情報が見れるようにはしてるっていうのが6000人ぐらい、そうですね、ね、いらっしゃるということですもんね。じゃあまあこれからもちょっとそういう若い世代をちょっと引っ張っていって皆さんで、はい、お願いします、はい、ちなみに IWJ っていうところで流れますので、はい、チャンネル8です。見てください、岩上さんどこです、はい、岩上ガールズです。はい、はい、よろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。はい、やっぱりちょっと若い世代の方にあれですよね、声を上げていただいて、なんかでも Facebook もすごいですね。私 Twitter ぐらいしかやってないんで、まあ、Twitter ですごいっていうのも知ってたんですけど、もうさらに若い世代は最近 Facebook っていう声も、まあ、よくインタビューしてたらすごく聞きますね。うん、Facebook いいですね。はい、ちょっとね、なんかいいですね、みんなでトラメガをお金出し合って買ったっていうのがすごい私的には結構ジーンとしたんですけど。ね、ちょっとあれですね、うわ、ごめんなさい、ね、ちゃんと車道に出ないように、再稼働反対、
ちゃんとポールが立てられてますね。はい、あでもやっぱそうか、なんで暑いと思うと歩いてるからや。そうだそうだ、だからいつもよりも暑いんだ。みんなちゃんと水分とかね取ってらっしゃいますかね。ちょっと中行きます。すいません、すいません。はい、皆さんご自身のねペースで、あ今水分を取られてる方もいらっしゃいますね。ね、おー水筒で、はい、皆さんあの脱水症状なんかもねあのならないように、おカスタネット持ってらっしゃる方も、再稼働反対というシュプレヒコールが続いております。はい、こんにちは。こんにちは。これ書かれたんですか？これはあの夫が書いてくれました。あ、そうなんですね。はい、いいですか見せていただいて。あ、今日は一緒には、え、あのデモには腰が痛いとか言ってきませんでした。まあ代わりにメッセージを。おー素晴らしい。今日どちらからいらっしゃったんですか？世田谷です。あ、そんなによく参加はされるんですかこういう。はい、あの参加してます。はい、なんか どうですか参加されて。今日は特にあのいつもとはまた違うと思うんですけど、ね、やっぱり今日はすごく人数がいっぱいいて嬉しいです。そうですね、はい、少しでもね続ければいいんですけど。あ、これも前も見せてもらっていいですか？はい、おお、はい、結構、はい、はっきりと書いてはっきりと書きました。でも高齢しか、あの何十万人デモしても野田さんの声には届かなくて原発止まらないじゃないですか。やっぱりね政治を変えない限り絶対原発は止まりませんよ。だからあのこの小沢さんは、ね、ちょっと期待、脱原発を言っててくれますので、あの小沢さんたちのグループが選挙で勝って与党になって政府になれば原発が止まるんじゃないかっていうか、それしか止める方法はないんじゃないかぐらい思いますので。そうですね、そういう意味で、はい、希望っていう意味で、はい、そうなんです。なるほど、はい、まあ、その声が届くように。はい、はい、じゃあ今日も気をつけて、あの、はい、水分取ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、なんかいいですね、ご夫婦であの参加はしたいけども主人がちょっと腰が痛いからメッセージで参加するっていう、なんかすごいかっこいいですね。どうも。あ、すごい今煽られてる方もいらっしゃいますね。どうも。とインタビューしたいんですけど、あれですもんね、あのシブレヒコールが止まってしまうのでちょっと様子を見て。はい、でもご自身であれですね、なんかこうトラメガっていうんですか、こういうの拡声器みたいなの持って、もう率先してこのコールをやってらっしゃる方もあのいろんな箇所で見受けられます。はい、はい、私たちは今ちょうど、西新橋1丁目ですね、交差点でもう一回くるーっと回るとこです。はい、あ、これはあれですか、行っていいのかな。今ね、やっぱりね、ちょっとねこのカーブのとこなんで多分あの規制をしてちょっと今赤信号で通れるように、多分時差かな、時差でやってるのかな。今どっちも赤信号でデモ隊がこう渡れるように警察の方が誘導をしてくださってますね。信号機は今赤です。どっちも赤ですね。はい、安全にデモが行われて、あーでもまだまだあれですね、列が途切れることがなくずっと続いております。でさっきね、あのちょうどインタビュー中にくぐってきたんですけど、あの歩道橋の上から見てらっしゃる方もたくさんいらっしゃってね、まあ、どんなかなっていうあれですかね、様子を見てらっしゃる方も上からね参加、まあ、見るだけでも参加をと言いますかとは私は思うんですけども、はい、お、はい、はい、ここであれですね、後ろはちょっとこう分断をしましたね、デモの列を止めてで信号を再開させると。まあこれぐらいのね、なんせやっぱり今日は国会を包囲するために皆さん集まっているので、そらちょっとなかなかこの人数をね誘導するには本当大変だと思いますね。
にちは。こんにちは。IWJ っていうあのインターネットの生中継も今してるんですけども、はい、インタビューよろしいですか、はい、これ見せていただいていいですか。はい、どうぞ。ご自身で。制作者ちゃんと見せていただいていいですか、はい、なんかこうテーマといいますか。制作者反原発です。反原発ですよね。これ宇宙人じゃないの。あ、これあの夜になるとね、結構あのイルミネーションいっぱいライト、うん、ライトがね、チカ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 って。なるほど。綺麗に光るようになってるんですね。あ、なるほど。なんかこれはなんか子供のなんかこうイメージして、ね、あの私たちもちょうどこの T シャツを着るくらいの孫がいるんですけれども、ね、やっぱり本当にね、孫たちも安心して暮らせるように私たちの責任でやっぱり作っていかなくちゃいけないと思うんで、うん、はい、よくこういうあのデモ活動は参加されるんですか。割に来る方かもしれないです、はい、そうなんですね。この前もあの10万人集会ね、あ、行ってました、私もあの行ってインタビューしてました。あ、そうですか、はい、なんか どうですか。今日もでも結構多いですよね、人数、だけどこの前はあの本当にあの暑くてもう焼けたてバテましたね。そうですよね、今日まだ割とちょっとマシですよ ね、日が落ちてきたら、はい、この後 あの国会包囲も、そうです、国会でゆくゆく暗くなるよね、光らせてね、チカチカと。もうあの秋葉原にね、はい、3日間買い集めて部品をね調達して、横浜から秋葉原へ毎日通って。あ、横浜からいらっしゃったんですか、はい、秋葉原に3日間通って作ったらしいんで、今日それの成果をねちょっと聞かせたと、はい、またあの見つけたらあのインタビューします。すいません、ありがとうございました。はいね、やっぱお孫さんがね、なんか割と私も何人か聞くと、そのお孫ができたんだ、だからもう孫を守りたいからって、ね、おっしゃるあの方もいるなっていうのが最近の印象ですね、レポートをしていて。はい、ね、今日はあの日が沈んで7時ぐらいからこうみんなでピカピカとさせながら、ね、国会包囲しようっていう。あ、今あれですね、反対側の、ね、車線で、なんて言うんですか、デモには参加は、デモ行進には参加しないけど、あれですね、原発いらないっていうのをこう紙に書いて歩いてる人もいますね。アピ、なんて言うんですか、なんかお忙しいのかな、参加はできないけどっていう感じかな。うん、いろんなこの石がこう表示されて、うん、なんか日本もやっぱりこういうのまだあったんだっていうような、なんか気がやっぱしますよ、こんだけの人が集まってね、え、それぞれみんな時間作って集まって、いやー、うん、本当にすごい。どうもこんにちは。こんにちは。あのインタビューよろしいですか。あ、いいよ。 IWG っていうあの中継、生中継を今ね流れてるんですけど、はいはいはい、よろしいですか。今日どちらから。今日、東京、足立区。あ、いつもこういうのには参加されますか、活動には。あ、うん、ずっとでもないけど、もう 2、3回ぐらい参加してる。そうなんですね。こう見せていただいてもいいですか。これはご自身でお作りになられた。こちらの人。あ、制作者。あ、こっちに聞いてみて。本当ですか。こう全部あの手作りですか。そうです。これ見せていただいていいですか。なんかこうこれを作るにあたっての、作るにあたってのなんかこう思いと言いますか。まあ止めなきゃいけないということです。そうですね、シンプルに、ダメなものはダメだと。はい、そうです。なるほど、今日は国会の方にもあれですか、はい、参加。なるほど、子どもたちの未来を奪うなと、はい、原発即廃止と、はいはい、友達ですか。職場の知り合いです。なるほど、職場の、はい、なるほど。なんかおとも、周りの方とかはこういうのに関心はある方は多いですか、最近。まあ増えてはきましたよね。ただ地域でどうかっていうとなかなかそうもいかないですけど。そうですよね。じゃあまあ今日は最後まで脱出症状なんかならずに、はい、参加してくださいね。はい、ありがとうございます。はい、あ、皆さんここは経済産業省です。はい、ちょうど今経済産業省の前にいます。で、これを経産省だってわからない人もいるので、ここだよって指を指していらっしゃる方もいますね。はい、ここ今経産省ですね。お、声がすごく大きくなりました。
再稼働反対と声が大きくなりましたね。ちょっと行ってみますか。これが経産省ですね。多分あれですね、多少そのポイントポイントで見守ってらっしゃる方もいますね。っていうのがあれですね、さっきの東電もそうですけど、やっぱちょっと公安さんもいらっしゃいますね。ね、いきなりね、こうやっぱりヒートアップして行かないようにですかね、ちょっと警察関係の方もじーっと見つめてますね。はい、ここは経産省でございます。はい、こんにちは。こんにちは。 IWG っていうインターネットの 生中継を今やってるんですけど、おおお、インタビューよろしいですか。ああどうぞ、勝手に。はい、もう経産省ということで、はいはい、もうずっと今日はここに。なんかここに誰もいなかったから。そうですよね。ああこれはいいチャンスだなと思って、普段金曜もここ来てるんですけど、はいはい、いつもだからなんかここが盛り上がってないから、はい、ぜひこの機会に皆さんに経産省、悪の根源がここだっていうのをぜひアピールしたいと思いまして。そうですよね、もっと増えてほしい、増え、ね。さっき、ね、まあ、東電とかでもここが東電だよとか言ってらっしゃる方もいたんですけど、はい、まあ、何人かね、あそこ経産省だからって言って回ってる人もいたと思うんですけど、誰もいないから、ああちょっと自分やってみようかなっていう割と軽い気持ちで。で金曜日官邸前結構もう人いっぱいで全然前進めないから、私はいつも金曜こっち来てるんですよ。そうなんですね。でこっちだと警官全然いないし、かといってまあいつものメンバーがちょっと100名200名ぐらいやってるから、むしろ野田が辞めたところで結局ここ壊さない限りはどうにもなんないじゃないですか。だからもう官邸前も大事かもしれないけど、むしろ私はこっちにみんな来てもらいたいなって、そんな気がしてます。そうですね、今日もたくさん持たれてる方いました。同じやつの、いましたね。すいません、はい、私も本当はそっちに行こうかなって思ったけど、まあどっかでこうね、デモに参加するよりはむしろデモしてる皆さんにちゃんとここが悪の根源だっていうのを分かっていただいた方がいいのかなと思って、そしたらなんか全然経産省前通ってんのにみんな気づいてねえじゃんって思ったんで、それでなんか、はい、来ました。そうなんですね、はい、ありがとうございます。今日はあれですか、国会の方には行かれますか。一応この一連の流れがデモの流れが終わったら私も行こうとは思ってます。ちょっとまあここでちょっといい。そうですね、とりあえず抗議、このデモの流れが終わるまではずっとここでこうした方がね、みんなもちゃんとここ経産省だっていうのを分かってくれると思いますから、そうしてようかなって。ちょっと本当はここ張りたいし、もうちょっと単なる紙切れなんで、ちゃんとなんか私が持っときたいぐらいですもんね。持たせて、なも持っときたいんですけど、ちゃんとなんか誰かも持つ人いないですか。ねえ、誰か自らこう一人か二人なんか来て、それでもうちょっとちゃんとしたこんな紙っぺらじゃなくて他のがあったらなんか やって、いや今来れない方も中継で今見てらっしゃるので、はい、皆さん経産省前に来てください。すぐに近い方、はい、ちょっとこれ持ちに来てください。ちょっと、はい、すいません、ありがとう、ごめんなさい、急にすいません、どうも申し訳ない、ありがとうございます、ありがとうございます。びっくり。なんか、こんな、いやあんなところに、ね、びっくりしました。経産省前で、はい、まさかのツイッターちょっとあれですよ、見ましょうよ、ね、すごいもう声を上げて今もちょっとあれ見ていいですか。
はい、今日もたくさんあれですね。でも今あのデモ隊が止まって声を張り上げています。はい、あ、やっと進みましたね。すごく熱をこもって、 あれですね、トラメガなんかをこう自分の知らない人にもこうガーって回してやってらっしゃる方もたくさんいますね。はい、今、ここは霞ヶ関の駅です。霞ヶ関駅の方まで歩いてきました。再稼働反対という声が鳴り響いていますね。その場その場でいろいろな声を上げて、はい、そうですね、皆さんこうデモには参加せずにこう座って見てらっしゃる方もいますよね。はい、はい、あ、どうもどうもこんにちは。はい、たまにね写真を撮っていただいたりなんかもして、はい、はい、どうもこんにちは。こんにちは。 IWJ っていうインターネットの岩亀さんの番組なんですが、インタビューよろしいですか。今日はここでずっと見てらっしゃる。いや、そうなんですね。今抜けたところですか。あ、そうなんですね。今日は参加されてどうでした。よかった人数やっぱ多いですよね。何人いるのか分かりませんけど多そうですよね。あ、白い風船を。いや、そこに広いなるほど今日はあれですか、国会法院の方には行かれますか。そこまではちょっと行けないので。あ、そうなんですね、ちょっと寄ったような感じ ですかね。まあでも参加ね、ちょっとでも参加することにはこう、ね、意味はありますもんね。大阪から来ました。大阪からわざわざ来た。あ、大阪ですか。あ、関西人。関西人です。関西人。僕は横浜。あ、横浜。か、私関西人です。あ、そうですか。はい、どうも。あ、さっきのあれ、さっきのほらスプコールの何つったっけ。あ、大阪弁で。大阪弁でお願いします。やってるのは電気は足りてる知ってんでっていうの。おお、電気は足りてる知ってんで。これをもっと、もう一つ教えてください。あ、電気は足りてる、嘘つくな。あ、嘘つくな、今、そうですよね。ね、もう関西の方がもっと声を上げないと。そうですね。関連本社の恋行動にも行ったんですけども、もっともっと、で、吹田でもやりました、7.16 の日に。そうなんですね。はい、300人ほど集まって。なるほど。今のはその時に生まれたコールです。ちょっと吹田の皆さんにちょっと呼びかけたら結構見てるよ。そう、そうですね、今生中継なので。あ、そうですか。北区でも来れない方がいらっしゃるので。そうですね、はい、ぜひ。吹田の皆さん見てますか吹田から来ました。この間16日にやって22日もやりましたけど、やっぱり続けていくことが大事だなとここに来たら思います。全国各地で続けましょう。はい、さすが、素晴らしい、はい、バシッと締まりましたね。
はい、いやもうこれね、あの IWJ のチャンネル8で流れてますので、またぜひチェックしてみてください、はい、よく見てるよ、応援してる、本当ですか、ありがとうございます、うん、はい、あの岩上さんにも伝えておきます、ツイッターもあれしてるし、フォローしてるし、はい、ありがとうございます、よろしく、すいません、ありがとうございました、はい、関西からあのいらっしゃった方にお会いしましたね、はい、関西弁のシュプレヒコールもあるんですね、電気は足りてる、嘘つくなって言ってましたね、はい、なんかそういうあれですね、あの ご当地シュプレヒコールみたいなのなんかありますよね、絶対なんかこう集めてくださいよで誰に言ってるそうそうね、で今見てる人がなんかほら何今見てらっしゃる方もしお暇な方あったらなんかまとめてくださいよ、あのご当地シュプレヒコール、あのん、なんてタイムラインで見てくださいタイムラインで、でも絶対そんな後で見ます、あの書いてください皆さん、後で見るんで、なんだろう、あでもたまに東北の方とかね、あのもう本当に自分の住んでるとこの言葉で反対されてる方もいるし、なんかそういうのね、どん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 こうご当地色も出していくと面白いかなと、はい、そんな感じでね、こうみんな楽しみながらねデモに参加すればねいいなと思うんですけども、はい、もうそろそろあれですか、え、ここ公園ですよね、まだ、え、もうあれですか、あ、そうそう、今日言うの忘れてたんですけど、あね、今日のこのデモに関しても、あの救護所とかあと医療班とかそういうあの車とかもそれぞれにあの配置されていて、まあ、あのあくまでも安全にあのデモが成功するようにと主催者の方はあのやってらっしゃるのが伺えます、あ、この間なんかインタビュー しましたよね、インタビューしませんでした、私多分ね、しましたよね、一回しました、しましたねまた会いましたね、なんか手作りでライト作ってはったでしょ、そうそう持ってきてる、持ってきてる、今日も、はい、あ、いつも来てますから、ね、毎金曜日、あ、はい、ね、今日はあのまたお会いしました、シスターさんとお会いしました、どうもまた後ほど、はーい、はい、書いてください、話してくださいね、あ、伝えてください、絶対やめてもらわないといけない、はい、伝えますんで、私も頑張るんで、はい、はい、ありがとう、はい、またお会いしました、なんか面白いですね、なんかたまに前もインタビューしてもらったよとか、はい、言っていただけるので嬉しいですね、お、今女性 の, あの警察の方もすごく誘導をしてますね、おっとと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 、おお、今混乱してますね、今道がちょっと、今なんか揉めてますよ、大丈夫ですか、え、どっちが正解なんですか、こっち、あー間違ってるんだ、ちょっと混乱してますね、ね、え、なんか女性警官の方が、うわ、何これ、何だっけ、あのシャボン玉、シャボン玉、シャボン玉が飛んでます、シャボン玉がいいですね、なんかこう優しい気持ちになれますね、シャボン玉を見ると、はい、なんかさっき女性の警官の方いらっしゃいましたけど、あれですね、やっぱ金曜日は女性の方絶対いないんですけど、今日はまああの日中のデモということで出動してるんですかね、それか人数が足りないですかね、やっぱこれぐらいの規模になると女性の方も出動しないといけないぐらいの、おお、あ、ゴールですね、はい、今ちょうどゴールをいたしました、はい、一周回ってきましたね、かね、ゴールですよね、ここね、はい、でどん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 前に進んで公園の中に入るようにと、今警察の方が、あ、岩亀さん発見あ、どうも、あ、わかりました、はい、はい、今皆さん、あ、ごめんなさい、皆さんうちのボスですボス発見はい、今ね、主催者の方がずっと言ってるのが、今ここゴールしたんですけども、このまま国会の方に進んで止まらずに行ってくださいと誘導されていますね、止まらずに誘導してく、止まらずに進んで国会の方へ行ってくださいと、ずっと進むようにと、うおー、すごい、あれ映せますか、まだまだ来ますよ、あれ伝わる、あのゾゾゾゾンとずっとすごい人がたくさん、このままみんなうまい具合に国会の方に行けますかね、
ね、ちょっとね、さっきね、そこで間違えて、もうそのまま、ここがゴールなんですけど、ちょっとね、たまに間違って、そのまま直接、公園の中に入っちゃう人もいるので、ちょっとね、あれですね、ちょっとなんかぐちゃってなってますけど、あの辺は。まあでも順調ね、ここが先頭です、ゴールでーす。ここがゴールでーす。日比谷公園に入りましたら、速やかに左に曲がって、こっから方向へ進んでください。ここがゴールですよ。お疲れ様でーす。ゴールでーす。お疲れ様でーす。立ち上がることなく、左に曲がり、ゴールでーす。こっから方向へ進んでください。ゴールでーす。再稼働。はい、まだゴールになっても再稼働反対という声が響いてますね。あ、どうも。やっほ、こんにちは。こんにちは。あ、かわいい。今日どこから来たの？長野から来ました。わあ、長野から。家族ですか？フランス出身です。そうなんですね。12回目の3人家族のデモです。あ、そうなんですね。はい、はい、お疲れ様でした。あ、どうも。左側に国際方向へお進みください。これは背景、こちら側から、はい、今、こっちはチャンネルでしたっけ。はい、8です。8番チャンネル8とチャンネル10、今同じ画像になっております。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はどういう、ここまでプロセスでした。今日の、どんなところを歩いて、どんな取材をしました。今日はどうぞいいですよ。あのね、やっぱね、出発する前にちょっとね、小競り合いみたいなのがあって、っていうのが、もう人が詰まりすぎてて、公園の、はいはい、でもどんどん前にみんなもう気持ちが行くから、はいはい、で前にその警察の方が、それは深海の後の、でも出発の時ですね。そう、出発の時です、はい、でもう警察の方が必死でこう紐を持って車道に出ないようにやってるんですけど、もう気持ちが皆さん走ってるので、早く出発させろって言って今平和的な感じですけど、そうです、今はもうだいぶ落ち着いて、はい、いい具合にちょっとカロリー消費した後ですね、はい、ちょっと皆さん穏やかに、はい、であとは東電前ですね、はい、行って、でただその一般の人は歩いてるだけだとここが東電だっていうのをあんまりわからないんですよね。だからそれを参加したことないとね、うん、東電前抗議行動に参加したりしたことあればわかりますけど、ね、そう、だからその人のためにここが東電ですよっていう人が別でいたりとか、 であとは経済産業省前にもここが経産省ですよっていうのを言って、ちょっとした都心観光案内みたいな、そうですね、そんな感じで、はい、声がね、いつもの官邸前抗議行動のように動かないけれども、とにかく声を張り上げているというのとはちょっとね、趣が違う、まあ歩いてますからね、声を出し続けるのはなかなか大変だと思うんですけど、どうでしょう、皆さん声を出すときは出してました？あ、結構大きい声で、はい、今回は それぞれの箇所でもう独自で、ね、家からトラメが持ってきたりとか、はい、あとみんなで大学生、私が出会った大学生はお金を出し合って今日のためにこの大きいのを買って持ってきて、そのシュプレヒコールを先頭切ってみたりとか、そういうのがすごい、まあ、シュプレヒコールリーダーがどんどん増えてくる、ね、そうです、はいはい、で中にはもう地声で言う人もいるし、もういろいろな人に声をかけられたと思いますけど、はい、今日は全国から来てるでしょう。そうですね、今日は青森からの方がすごく印象的だったんですけど、青森はどうですかって聞いたら、やっぱり六ヶ所が近いから、やっぱりちょっとこう県民としてなんか声を上げにくい部分があるけど、やっぱ 3.11 以降その流れを見ていて、ちょっとずつ小さいながらも声を上げれるようになったんですっていうので、今回初めて参加をしましたっていうので、よく T シャツを見るとちっちゃい字で脱原発って書いてあって、横にそうリンゴが書いてあったんですよ。まあ控えめだけど、そう控えめだけどっていう、そういうなんかこう、まだその地域では大きな声上げられませんっていうね、なかなか大変ですから、原発立地どこでもそうですけど、まあ、核施設のあるところね、六ヶ所村ですから、その大変な、ね、危険を抱えているわけで、もし事故が起こったらば、通常の原発で出る放射性物質のと量が桁違うんですね。そういう不安、最近になって気づいてきたという人も多いと思うんですね、はい、また次の分隊が来ましたね、はい、これは一体どのぐらいの数が来ているのか、どのぐらいのあれになっているのか全然見当がつかないんですけど、主催者やなんかで発
表とかありました？あ、人数ですか？あ、まだ何も聞いてない、はい、ないですね。どこの班もまだ聞いてないよ。そうですよね、はい、まだでもね、さっき私がゴールしたので半分ぐらいだったのでまだ続くと。あ、そうなんですね。わかりました。まだまだ。そしたら皆さんはですね、この後ちょっとこちらが戻ってって、はい、まだ出発してない人たちもまたレポートしていただきます。わかりました。はい、ちょっとじゃあ行ってみます。はい、どうも。はい、はい、行きます。行ってきます。はい、岩上康美さんを、岩上康美さんをインタビューしました。違う、違うかしら。岩上康美さんをにインタビューをしされつつということで、はい、え、はい、まあ、ということで、うん、この後岩上さんに言われたのは、後をたどっていって、でまだね、出発できてない方もいらっしゃるらしいので、そっちのちょっとレポートを言ってみてっていう声があったんですけども、ちょっとそれを探しましょうね。ここゴール地点ですね。このまま流れとしてはこのまま国会の方に行ってくださいということだったんですけども、まだね、まだ出発できてないところ、すごい人になりそうですよね。ね、誘導スタッフの方ですね。お疲れ様です。さあ、どうもお疲れ様です。はい、これ、どこだろう。もう全部出発しました？全部です。まだですよね。どこ出発、出発を待機されてる方ってどこにいますか、今。もっと向こう？向こう側の門ですね。もっとあっち、東側の門ということで、ちょっと行ってみましょうか。どうやって行ったらいいんだろう。あっち、このまま東側の方でまだ出発ができていない方がいらっしゃるということなので、ほえ、はい、あ、ちょっと皆さんお待ちくださいね。いいですよ、話して。ちょっとカメラマンさんが、はい、すごい今続々とゴールをされてますね。あっち側に行けばいいのか。まだ出発をしてない方がいるということで、それぐらいあれですね、長いっていうことですからね。私たちもでも、うわ、でも、あ、でもやっぱ1時間ちょっと歩いてますね。うん、ねえ、今皆さん休憩で、なんかあれですね、私個人的な印象では、まあ、もちろん人も多いですし、子連れの方も多いですし、なんかね、カメラとかあと動画とか、まあ、個人で多分この様子を記録したいだとか、あとはやっぱり今そういう発信するっていうのが個人個人でも自由にできる時代なので、それぞれがなんか電波塔になってこの様子を伝えたいっていう思いの人が多いのかなって思いますね。なんかすごいカメラマンとか、それこそ私は岩上さんとこの IWJ ですけども、なんか同じようにこうインタビューをされてる方がいらっしゃったりとか、出発の時あれですもんね、中国のなんかメディアも来てらっしゃいましたもんね。うん、なんかまあ形はね、いろいろと思いますけども、どんどんね、こういうのをなんていうんですか、広まるのはすごく素晴らしいと思うんですけど、これまっすぐ行くとあれですか、出発地点になるかな。ちょっと日比谷公園の今どこにいるのかがわからないんですけど、はい、ちょっと行ってみますね、皆さん。はい、お、セミの声が鳴いておりますね。はい、あ、大丈夫です。あ、適当にします。あ、どうぞ飲んでください。はい、ちょっとね、脱水症状になってはいけないので、こまめに水分を取ってねっていう指示が入りましたけども、はい、ね、ちょっとレポーターを始めるとすごく楽しくて、私自身がうおーってなって飲むのを忘れるんですけど、あ、これですか、出発地点。
これかな、これが多分ね、皆さん見てください、最後尾です。デモのデモが出発して今5時50分をになるとこなんですけども、デモ隊が出発してもうあの1時間半もう2時間近くは経つんですけども、まだね出発できずにいらっしゃる方もいますね。はい、まだ出発を待ってられてる方がいらっしゃいますね。はい、ちょっとあれですね、ちょっとこれはあれですかね、組合の方が多いのかな、確かこの主催者の方は組合の旗は上げないでっていう風に言ってたと思うんですけども、だからわざと後ろの方にいるんですかね。これはデモ隊には参加しないのかな、ちょっとねごめんなさい皆さん、あのね最後尾はねちょっとね組合の旗が多いですね。で、まあ、この辺までなるともう原発なんですけど、原発やめろ、原発やめろ、ここはまだ出発を、あ、ちょっとすいません、こんにちは、あ、インタビューよろしいですか、いや、まずいまずいまずい、まずい、あ、ごめんなさい、付箋だけ見せてもらっていいですか、富岡町から水戸市に避難してきてる木田さんから預かったというか、あの金曜日の茨城県 の、 あの県庁と開発公社の前の、抗議行動の時に使ってくださいということでプレゼントされたものなんですよ。そうなんですね。それで今日木田さんが来てるので一生懸命みんなで探してたんだけど全然会えなくて、もう連絡も来ないから、もうそれで、まあ、とりあえずじゃあ8時にあの産経省のテントの前でみんなで会おうっていう約束をして、とりあえず、まあ、別行動で、なるほど、うん、これから行こうかなというところです、はい、風船、皆さん可愛い風船ですね、原発いらないという、あと見これ、ね、結構いいのがするんですよ、あ、そうなんですね、でいや、まあ、絶対そうだと思いますよ、木田さんには内緒なんですけど、はい、ミッキーいらないからこれあと4つぐらい欲しかった、あ、うん、なるほどなるほど、はい、わかりました、はい、原発いらないということでありがとうございます、すいません、はい、よいしょ、あ、こんにちは、はい、インタビューとかよろしいですか、はい、このマスクは、はい、あれ、このお面はこの壁を覆ってる、あの被ってる人たちになんとなくシンパシーを感じているので、あ、なるほど、びっくりした、その人たちでは、ない、ない、あ、びっくりしました来てるのかと思いましたなるほど、それはちょっとあのこう共感できるものがあって被ってっていうことです、はい、元々のこの元ネタ自体があの独裁者に立ち向かう英雄 の、 あのモチーフにしているので、そこに共感するところがあります。なるほど、びっくりしました、はい、でもあの続けてあのあこう見せていただいていいですか、おお、怒ってますね、これ手作りですか、あ、これ自体はあの同人ショップとかで普通に売ってるものです、あ、なるほど、今日これはあれ今のどうなってるんですか、出発待ちですか、出発待ちです、あ、まだ出発してないですね、あ、はい、最後尾がですよね、ないです、な、何時から今日は、今日はあの、まあ、15時30分頃にあの集合っていうことだったので、そのぐらいの時間にここに来ました、それの時間からずっと今も待ってるんですか、あ、はい、そう、あ、そうなんですね、あの熱症とかこう被ってるんで、はい、熱症とかならないように気をつけてください、はい、どうもありがとうございます、はい、びっくりした、本物が来てるのかと思ったけど違うかったはい、まああの共感する部分があるということで、ちょっとお水飲んでいいですか、ちょっとフラッとしてきた、はい、進みましたね、さあ、あ、なんだろうあれ、
何が入ってるんですか？壊れたテレビが入ってます。壊れたテレビが、それはあのなんかこうイメージしてマスメディアへの不信感です。あ、なるほど。たくさん入ってるんですか？1個だけです。1個だけ入ってる。僕んちのです。あ、そうなんですね。じゃあ今日はそれを担いでデモに。そうです。なるほど。こういうのはよく参加されるんですか？していません。初めてです。あ、初めて。初めてなんだけど友達同士でですか？そうです。テレビを運ぼうと。壊れたテレビを。壊れたテレビを運んでいるわけではなくて、壊れたテレビを内包している原発みこしを担いでいます。あ、なるほど。原発みこしです。この中には壊れたテレビが入っています。これはすごく目立ちますね。はい。じゃあちょっとまだこう超まだね、すごい待ってらっしゃるんですよね。そうです、ね、あの結構まだまだあの続いているので、もうちょっと時間かかると思うんですけど、あのバテないようにして頑張ります、はい、行ってきてください。どうも、はい、原発みこしを担いでらっしゃる方に遭遇いたしました。こんにちは。インタビューよろしいですか？はい、どうぞ。あ、かわいい。これは手作りですか？いえ、もらいました。もらいました、はい、原発やめてと。今日家族で。そう、家族で、うん。普段はあれですか、あの日本に住まれてるんですか？そう、普段はね。普段っていうか住んでます。はい。これ何の？これ あのね、 IWJ って言って、インターネットの、 あの岩上康美さんっていうジャーナリストの、今生中継で流れてるんですけど。あ、そうですね。そう、あ、すいません、OK ですから。そうで、やっぱここの場所に来たくても来れないやっぱ地方の方とか、うんうん、まあいろいろな方がその今この画面の向こうでこの様子を見てらっしゃるんですけども、僕らもね、外国人だけど、うん、もっと外国人が来てほしいね。あ、だって日本だけの問題じゃないからね、うん。ちなみに出身はどちらですか？アメリカ。アメリカで。日本でやっぱりこれぐらいの規模 の、 あのデモであったりとかって、もうここ最近なんですけど、そういうことに関してどう思われます？いや、嬉しいです。あの7月16日の17万人のも参加して、日本で初めての経験で嬉しかった。そうですよね。やっぱアメリカとかで結構こういうのは普通というか、まあよく集まりあります。波はありますよね、うん。でもブッシュ政権の時は結構ありました気がします。うん、なるほど。まあ日本、今日お子さんも一緒に寝てます、うん、寝てます。ね、でも日本もね、こういうのはあの新しくないというかね、うん、昔もあったし、なんだろう、あの当時は安保反対もね、うん、あの50年だったんだけど、ね、あの初めの頃のもうみんな出てきましたよね、あのそういうこうアジトだけじゃ、うん、みたいな人じゃなくて、そのずっと以前はなんだっけ、 A じゃないか、うん、A じゃないかっていう、ね、運動ありましたじゃないですか、うん、ありましたね。だからこうみんながやっぱりある程度集まると同じ気持ちを持ってるから、うん、あ、強いと思いますね、うんうん。でこれが普通の人たちですからね、うん、よく見てみたい。そうですよね。全く普通のみんな、普通の市民ですからね、はい、みんな同じことを考えてると思います。そうですよね、はい、ありがとうございました。すいません、お話聞かせていただいてありがとうございます。すごい、あ、かわいい、めっちゃかわいい。あ、ごめんね。こんな時に寝てる。かわいいな、すごい浴衣を着て。今日このまま歩かれるんですか？ずっと。じゃあ、 あの熱症とかならないように気をつけてください。ありがとうございます。すごいかわいい、ね、外国の方ですね。もっと外国の人にもこう来てほしいっておっしゃってましたね。日本のだけの問題ではないと、はい、もっともっとこう海外の人も、ね、あの声を上げてほしいとおっしゃってました。さあ、最後尾ですね。だいぶ進んでたんですけどね。こんにちは。インタビューよろしいですか？はい、今日この辺も多分最後尾だと思うんですけど、はい、何時ぐらいからいらっしゃってました？何時だっけ？3時半ぐらい。あ、そうなんからずっといらっしゃるんですか？はい、あ、なるほど。暑かったりとか大丈夫ですか？私もずっとあのインタビューしながら歩いてたんですけど、もう約1時間ぐらいは歩きますね。はい、です。この先って、はい、規制されてるの？
困ってます。規制というのはその道ですか、道路ですか、車が通る、あ、進まないから、進まない。あのね、警察の方がね、こうあまりにも人数がいるので分断してるんですよね。止めで、もうこう何大体この辺まで、はい、ストップで時間空けて、はいどうぞってやってるので時間が多分かかってると思うんですけど、で最初の出発する頃はちょっとその止めるのがやめろみたいな、もう行かせろみたいな、ね、ちょっと小競り合いなんかもあったりして、で、まあ、でも警察の方はこう安全に、もうかなりの人数が来ているので安全にあのデモが行われるようにということで、もうねだいぶ半分ぐらいゴールされてます。でまたあとね約1時間ぐらいありますので、はい、気をつけて参加してください。はい、頑張ってください。はい、みんな3時半からね、今もう6時ですね。もうすぐまだずっと出発を待ってらっしゃる方も、それぐらいの人数が集まったんだなっていうのをすごくあれですね、感じますよね。これあれですか、相談なんですけど、これなんか、え、このちょっと聞いてください、このあの赤とか、なんかああいうのってあれってダメな旗ですよね。あれは会社の名前、何、労働組合、本当はダメなんでしょ。え、なんでそれを持ってきたのって聞いたらダメですか。喧嘩になる。聞きにくい、ダメ。え、だってダメなのに持ってきてるからダメではないの。あ、できるだけっていうか、ね、できるだけ脱原発のっていう感じだから、あれなんかな、前の方そんなことなかったのにね。最後尾だからかな。ああ、ダメ、突撃、え、ヘッドホン充分、ダメかな、なんでその旗持ってきたんですかとか、ダメかな、ちょっと聞いてみようかな。なんかどうせならそういうインタビューも撮っときたいと思いませんか。ジャーナリズムシーンがうずくんですけど、ちょっと聞いてみよう。すいません、こんにちは。こんにちは。あ、 IWJ というインターネットの番組なんですけど、はい、生中継させてるんですけど、インタビューよろしいですか。あ、ダメですか。インタビューよろしく。あ、こっち責任者。このあれですか、これ何の旗を。あ、こっち来、こっち。何の旗、はい、土建組合の労働者の旗です。あ、こういうこの主催者はなんかこういうのあんまり持ってきてほしくないみたいなこと言ってたと思うんですけど、その辺についてどう思われます。今めっちゃモテますけど。主催者、あ、それ聞いてないけど。あ、本当ですか。いや、代表として来てるから別にこっちはね。あ、それは、この、あ、でもその脱原発をしたいっていう思いは、あ、そういう、もちろん同感で来てます。やっぱりこれ反対でね来てますからね、うん、でこの旗はやっぱりね、私たちの組合のね、うん、強調する旗で、シンボルだってね。なんかそのこの、今日の、7.29 の国会法議、この後になるんですけども、その主催者は一応こう労働組合の旗とかをやめてみたいなことを多分言ってると思うんですけど、そういうことに関してなんか持ってこないでって、その脱原発の旗であったりとかで、日の丸はちょっと OK みたいなことを言ってて、で労基の旗はちょっとって言ってるんですけど、そういうことに関してなんかこう どう思われます。それはやっぱり各団体の、ね、旗ですから、それは旗を持ってやっぱり反対運動というか進めた方がいいと思うんですよ。ただ今日ほらキャンドルってことで、あ、キャンドルも一緒に持って、ね、持ったり色してますよ。ははは、なるほど。ただほら国会のほら議場のこの周辺になると、一応旗は遠慮してくださいと、うん、いや、旗は遠慮してください、労働組合の旗は遠慮してくださいとなってるんですよ。そこにですから、そこ行くともうほら旗を下ろさなきゃならないんですよ。あ、なるほど。そこまでは一応ね、労働組合私たちの旗をさ、なるほど、掲げてって、で今回旗をダメっては言われていないと思うんですよ。あ、まあ、あのそのいつも官邸前で、はい、旗ダメっていうような集まりをやってるじゃないですか、はい、そこと同じ主催者なので、あの、まあ、何て言うんですか、ニュアンス的にない方がっていうような感じではあったんですけど、はいはい、その場所までは旗はいいんじゃないですか。この後はもうやっぱり、あ、ダメな、ここまではダメって言われたら下ろすし、いいところまで上げると、そういうことですね、はい、でも気持ちは脱原発ですよね。そうですよ、はい、はい、すみません、ありがとうございました、はい、ここ最後尾ですけど、まだ
出発されてないですもんね。はい、すいませんね。軽く1時間ぐらいかけて皆さん歩いて、もう半分ぐらいはゴールされてるので。あ、そうですか。はい、もうあの気をつけて歩いてくってください。はい、はい、ということで聞いてみました。はい。まあ、今日のあの集会は老旗の旗は掲げてはいけないというのは聞いていませんっていうことだったんですけども、まああれですよね。まあ、ちょっとまあ聞きにくいところもありましたけども、まあ、でも今この最後尾だけですよね、多分ぐらいですよね、老旗の旗が最初の方そんなになかったと思うんですけど、まあまあちょっと遠慮してっていうのが、まあ、何なのかちょっと私には分からないですけど、うん、まああのね、脱原発っていう思いは一緒ということなので、ね、まあ、ただちょっと、まあ、なんていうんですか、一般の方がね、その労働組合の旗とかをバーッと見ると、こう印象的にね、ちょっとね、なんかね、あの入りにくいというか、ちょっと怖い感じがするというか、また違う色に見えてしまうので、まあ、その辺もまあ皆さん空気として分かった上で後ろの方に集まってるのかもしれませんけど、まあでもあの胸を張ってちょっとあの戸惑ってらっしゃいましたけど、あの胸を張って自分たちの団体の旗を上げるとおっしゃってましたけども、はい、まあ、そんなレポートも入れつつ。はい、怒られたらどうしようと思う、ね、まあまあ割とね優しい方でしたけどね、はい、これどうします、6時国会前行きましょうか、一回切ります、どんな感じで一回移動して、でそこからもう一回レポートしましょうか。皆さん、私今あの出発口に今いるんですけども、一度ここであの中継の方を切らせていただいて、で国会の方に移動してからもう一回再開す、国会の、あ、ごめんなさい、私は国会の裏ですね、国会裏をあのレポートしますので、そこにちょっと場所移動してもう一回あの再開したいと思います。30分ぐらいあったら着きますかね、ですかね、7時前にはもう一回やってって言われているので、6時半ぐらいには再開したいなと思ってます。ちょっとじゃあ移動してきます、しばしちょっと私も休憩を取らせていただきます。ありがとうございます、また後ほど。